はい、ということで皆さんこんにちは、サオカシでございます。さあ、本日はですね、いやー、このね、自粛期間、皆さんね、いかがお過ごしかなということなんですが、まあ僕もね、まあずーっとほとんど家にいる状態で、まあ動画作ったりとか、まああとはオンラインで買い物とかね、したりとか、まあしてるわけなんでございますが、まあちょっとずつではありますが、光が見え始めているようなですね、まあ状況かなというふうにも、個人的には思っているので、まあ、引き続きね、ゴールデンウィーク明けるまではまあお家でね、ゆっくりしているのがね、今後のためでもあるのかななんていうふうに思ってるんですが、まあ僕もですね、家でまあレビューももちろん撮ったりとかいろいろあるんですが、スニーカーね、なかなかこう履きにもいけないし、で、どうやったらね、こう家の中で自粛期間おうち時間でですね、スニーカー楽しめるかなというふうに思ったんですが、すごくね、あっという間に時間が過ぎる方法がございまして、今日ちょっとね、2つほどアイテムを紹介したいんですけれども、今いろんなね、スニーカー情報を、手に入れる術がございますけれども、例えばまあインターネットでね、調べれば出てきたりだとか、まあいろんなことありますけれども、意外とこうまとまったサイトとかってあんまりなくて、一足一足ね、解説とかはもちろん入ってるようなですね、サイトは探せばあるんですけれども、まあ、なかなかインターネットで探すのが難しいと。言った時にですね、僕はね、結構ね、スニーカーに関するね、本っていうものをですね、結構買うんですよ。で、スニーカーファンブックさんだったりとか、まあ、いろんなね、スニーカー系のそういうマガジンもいろいろあるんでございますけれども、今日はですね、ちょっと、まあ、最近の、スニーカーブームもそうでございますけれども、最近の流れに非常に沿った本だなと思うのがですね、2冊あったので、今回はね、そちらをご紹介していこうかなっていうふうに思うんですが、まず1冊目はですね、こちら。ドーンということで、こちらのですね、90年代スニーカーバイブルと、呼ばれるですね、これいつ、結構最近発売された、一冊なんでございますが、双葉社から、出ているですね、一冊ということで、こちらね、スニーカーファンブックのディレクターであります、佐藤ね、ひろしさんが、監修されたですね、一冊ということで、一冊ですね、1900円プラスで、まあ、2000円ちょいな、価格で買える、まあ、手軽な一冊なんでございますが、まあ、このね、帯にエアジョーダンを筆頭にハイテク部分を牽引した名作コレクションということで、まあ、今もね、復刻結構盛んにしてますし、まあ、MX トライ X だったりとか、まあ、MX95 もそうですし、まあ、この90年代の、まあ、ハイテクスニーカーブーム、いわゆるまあ、AirMax 狩りと、呼ばれているですね、ああいう事件があった、その当時ですね、リリースされたモデルがですね、結構こう、こと細かく、書かれておりまして、僕もですね、全然知らないモデルだったりだとか、あ、こんなモデルリリースされてたんだとか、で、中はね、しっかり年代順になっているので、こう、時代を追うようにですね、こう、スニーカーを、まあ、学べるというか、まあ、いろんなスニーカーを知れると。いうことで、まあ、最近ね、スニーカー YouTuber リレーということで、まあ、僕発信でやらせてもらった企画あるんですけれども、まあ、ガバリさんとかミノルさんとか、まあ、あと、今野さん、原口さん、あそこら辺の世代がですね、これいいんだよなって言ってるですね、スニーカーって、僕は全然世代じゃないというか、まあ、僕よりね、ちょっと上の先輩方のセレクトということで、結構ね、知らないモデルが多かったりするんですよ、見てて。で、あ、そのモデルなんだろうなと思って、この一冊ね、開くと、こと細かに結構歴史背景だったりとか、いろんなことがですね、まあ、書いてあるということで、まあ、もちろんね、知っているスニーカーのラインナップももちろんあるんですけれども、それ以上に、あ、こんなにリリースされてたんだとか、あと僕とね、同い年のスニーカーもいろいろ、94年製のね、スニーカーも結構いろいろ入ったりということで、まあなかなかにですね、熱い一足だなと。なんかこう、スナップ写真とかではなく、本当にスニーカーだけをですね、ピックアップしたようなですね、一冊になってるので、結構ね、いろんな動画とかでどこでそういうスニーカーの知識得てるんですかとかいろいろ聞かれるんですけど、こういうね、本はですね、持っておくと、まあ、非常にこう財産としていいなっていうふうに僕も思いますし、なかなかね、そういうサイトとかでここまで詳しくまとめているサイトってないので、実際にね、こうやってアナログにこう見れるのも楽しいですし、まあこれどんどんね、10年後、20年後ってなっても消えるものではないので、本って。そういう意味ではですね、このスニーカーバイブル、90年代のスニーカーバイブル、これはね、僕ね、一冊持っといた方がいいんじゃないかなと思うぐらいすごくね、素晴らしい一冊だなぁなんていうふうに思ってですね、もう結構何週も今見てしてますね。結構調べても出てこなかったりするモデルも結構マニアックに書い
てあるので、まあ、そういうスニーカーファンだったら、まあ一足は持っておくべきなんじゃないかなと思うような一冊ございますね。ということで、まあ昨今のね、90年代ブームの教科書となるようなですね、まあ一冊なんでございますが、次はですね、まあ昨今のもう猛烈な、まあ日本だけではないですけれども、世界的にまあダンクブームと、ということで、まあ、ダンクというですね、もうおびただしい量の、まあ、数がリリースされていて、まあ、全てを知ることはもう相当なマニアックな人じゃないと、まあ、無理だろうなと、いうぐらいですね、まあ、数出ているんですが、まあ、そんなダンクをですね、まとめた本があるんですよ。それがですね、こちら、はい、どんどんということで、こちら知ってますか？ザ・ダンクブックと見えますかね？ザ・ダンクブックと、もう超シンプルなダンクの本というですね、一冊がございまして、これはですね、洋書です。日本の出版社じゃなくて、しっかりオフィシャルの本でございまして、このね、表紙も紙の表紙でめちゃくちゃ硬くてですね、かなり分厚いですね。もう辞書みたいな一足なんでございますが、まあ、ダンクがですね、まあ、その2000年初期、その SB が誕生したぐらいからですね、まあ、ダニスパーぐらいからでございますけれども、まあ、2002年とか、あそこら辺のですね、ダンクがですね、ブワーっと書かれてるんですよ。説明も一応ですね、英語なんですけれども、ただすごく詳しく、いついつ発売、どこで発売とかじゃなくて、フォント、モデル名と、発売された年、それぐらいしかまあ書いていない、もう本当に図鑑みたいな、一冊でございますが、途中ね、あのポール・ロドリゲスだったりとかランス・マウンテンとか、そういうスケーターのですね、ショットなんかも結構入っているような、かなりですね、これはゆくゆく絶対持っといた方がいいだろうなと思うぐらいのですね、まあ歴史的にも面白い一冊がですね、まあリリースされてるということで、こちら US$60ということなんですが、 Amazon で多分7000円とかそれぐらいで売ってましたね。普通に翌日配送ですぐ来た一冊なんでございますが、これはですね、まあ、スニーカー好き、ダンク好きはですね、教科書として絶対持っておくべきだなというふうに思ってますし、この厚さがね、もう尋常じゃない厚さだし、あとこの重さ、これはね、まあ、ダンク好き、スニーカーヘッズにとってはですね、もうこれ見てるだけで一日過ごせるんじゃないかってぐらいですね、写真もでかいし、写真のクオリティもめちゃくちゃ綺麗だし、全然知らないモデルとかもめちゃくちゃあるので、まあ、自粛期間中にですね、読む書物としてはやっぱ非常にね、いいんじゃないかなというふうに思いますし、これからね、いろんなダンク出てくと思いますけれども、まあ、その原点を知るという意味でもですね、非常におすすめの一冊なので、まあちょっとね、あのかなりしっかりした作りなんで6000、7000と結構値が張る一冊なんですけれども、これはね、普通に飾っててもあの絵になるし、アンティークとしても非常に優れたね、一冊だなーなんていう風に思うので、あ、こんなにモデルあったんだとか、こんなコラボあったんだとかいうのを知ると、例えば復刻した時に、ああこれで来るのかとか、あとはそのサンプリングの元ネタだったりとかいうですね、まあ、カルチャーを知るきっかけになるので、僕的にはね、非常におすすめの一冊でございますね。まあ、もしね、あのダンク好きな方、まあ好きな方たくさんいらっしゃると思いますけれども、いろんなね、モデルを勉強するというのもですね、まあ、この自粛期間、あんまりね、スニーカーのリリースがされてない今、そしてオンラインでもあんまり買えないというような状況の中ですね、こういうのをですね、まあ、見ていくと結構心も満たされますし、概要欄にね、どっちもリンク貼っとこうかなというふうに思うので、もしね、気になる方は概要欄からチェックしてもらえばいいなというふうに思っております。ということで、まあ今回はですね、まあ、2冊ちょっとスニーカーに関する本ということで、まあなかなかね、紹介してる方もいらっしゃらないですし、本ってね、読んでるとあっという間に時間が過ぎますので、日向ぼっこしながら、こう換気しながらですね、まあ座りながら本読むというのもですね、非常に心休まるひとときだと思いますので、それがね、スニーカーに関する本だとよりね、ヘッズ的には面白いからなっていうふうに思いますので、あとね、シュードックとか、あそこら辺も非常におすすめですし、スニーカーに関する本ね、結構 Amazon で検索するといろいろ出てくるので、おすすめとかね、あったらぜひ教えてほしいですし、本で読むね、スニーカーって結構格別なので、まだやったことない人はね、ぜひやってみるのお勧めしたいなというふうに思っております。あとですね、僕はですね、レビューとかしないんですけれども、全然関係ないこれを買いました。はい、ということでダイソンを買ってしまいましたね。
もちろん分割でございますけれども、僕の掃除機がですね、もう本当に化石のような掃除機を使ってまして、あの吸引力もですねめちゃくちゃ落ちて、しかも今時このコードレスクリーナーじゃなくてですね、コードありな上にあの本体をこうガラガラ引きずるようなですね、まあ、掃除機を使っておりまして、あの実家のお下がりなんですけれども、まあ、ちょっともう効率悪いし掃除するのが億劫になるのは嫌だなということで、まあ、この期間ね、まめに掃除しなきゃなということも含めて、掃除が楽しくなるためのですね、この最新鋭ではねないんですけれども、型落ちの V8 というですねダイソンの、クリーナーを買いました。これでですね、まあ、毎日、掃除していこうかななんていうふうに思うので、これは全く関係ない、ただの報告でございます。と、まあそんな感じでですね、まあ、僕は楽しく、なるべくね、在宅の時間を楽しく過ごそうかなということで、まあ毎日奮闘してるわけなんでございますが、なんとかね、ゴールデンウィーク明けまで、我慢していただいて、自然にね、この事態が収束して、どんどんね、経済活動していって、またね、日本が元気になれればいいなというふうに思っているので、まあ、それまではね、まあ、僕の動画もぜひ楽しんでいただきたいですし、もうね、この情勢が収まったら、もう速攻でニューヨーク行きますから、海外編もね、どんどんね、騒動が収まり次第やっていきたいなーなんていうふうに思っているので、それまでね、共に頑張ってですね、この事態乗り切っていこうかなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価のグッドボタン、そしてですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたしまーす。それでは明日はね、一本レビュー動画が上がります。そちらもね、ぜひチェックしていただければなというふうに思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie! じゃねー。